おはようございます。2日目の朝です。あちらにシーラホテルが見えるんですが、あそこに泊まったってわけじゃなくて横を歩いてます。ソウルタワーが見えて、シーラホテルが見えて、体育館みたいなのがあるんですが、そこの前の道を歩いてます。今からカフェに行きたいと思います。おすすめのカフェですね。駅で言ったら、薬の水って書いてヤクスっていうところの近くになります。ここですね。オーバートかな、ここになります。10時からオープンとのことです。今クリームに埋もれてますよ、クロワッサンが。めちゃくちゃ美味しそう。ザ・ウェイブ・シェルター買った店はこのソープの前にあるこのこの店です。
DRP で書いてる。何だそれ。トロフィーは、なんか布屋さんか。ちょっと上に上がってみようか。川の店が多い。港区か。栄えてるな。おしゃれな店多いな。
ジェクトっていう雑貨屋さんです。2階にルーフトップがあるんですけど、そこに、ね、急に建てられた部屋みたいなのが301です。ほんまにあるんかなみたいに思いました。これ入り方なんですけど、ここのねところを触ったら数字が出るので、キーワード送られてくるんで、それを押します。で最後コメを押します。そしたら開きます。冷蔵庫と電子レンジとか、あと水とお湯とかはキッチンにあります。あと洗濯機もね、自由に使うことができます。結構綺麗な清潔になっているので、おすすめです。1泊5000円から6000円ぐらいに